夢小説ありがとうございます。どうしたどうしたちょっと髪型をおかしいっていうか。ああ、はいはいはい、はい、ちょっとあのカツラをカツラをちょっと忘れてしまったので、ちょっとハンコックのカツラ代用してますが。長いっすね。素晴らしいだろ、サルどもってのはこういうのがいいんだろ。この普段結んでる男が髪下ろした時のなんか艶やかさにときめくんだろ。素晴らしい。ときめいてはないですけど、夢小説、はい、前回ななみんでやりましたけど結構好評でした。うん、確かに、はい、うん、猿の割にはね、よくできてた。ななみは猿ではないか、うん、まあ、確かにななみはな、やっぱ頭いいからやっぱそういうのいけるだろう。だからそれにあやかってちょっと私も、ああ、うん、ありがとうございます。コメントとかもちゃんと書いてくれた方とかもいて、ああ、はい、いたね。いや、猿にしては上出来だったよ。うん、あんま猿って言わないでください。素晴らしかったよ、視聴者の方を、うん、はい、私の望む世界に残しておいてやろうと思う。貴様らは夢小説書いてくれた方は、うん、ゲトウの夢小説、うーん、まあ、タイトルね、大義イコール悟る、はい、僕の善意が壊れてしまう前に。気持ち悪いな。僕はね、あの、はい、崎山宗志くんの歌をお借りしました。そうなんですね、はい、へえ、気持ち悪いな。これです。ちょっと BL っぽい感じで。ちょっとというかもう BL です。まあそうですよね、はい、大義イコール悟るなんですもんね。素晴らしい。前回よりもゲロ吐きそうですね今回。私の理想とする夢小説。そうだ、うん、これ、まあ、うん、いろんなのがあるよね。うん、営む、取り込む、営む、取り込む、キモい、キモい、キモい、営む、キモい、営む、繰り返すな、繰り返すな、みんなは知らない、悟るの味。やばい、やばい、気持ち悪い、やめて、やめてくれ、営む、取り込む、営む、取り込む、うん、みんなが知らない悟るの味。みんなは知らない悟るの味。気持ち悪いな。今年の夏は忙しかった。何なんだよそれ。まあ、こんな感じで、はい、始まったらよろしいんじゃない。ちょっと気になるは気になりますね。悟るの味とか言われたら、うん、この後どうなんだろうとは、はい、今あの術式大賞の自動選択だよ。すごいねみたいな、3人で話してるとこね、うん、学生時代。はいはいはい、ここで悟が聞くわけだよ私に。スグルどうした、夏バテか、うん、いやちょっと、いや何でもない、本来言うんだけど。はいはいはい、その後にこの夢小説ではこう続きます。ああ、何でもない、本当は知ってるくせに。お前のせいだよ。攻めなんだ悟が。心の中で思うわけです、ボソッと意地悪的に言ってくるってこと。はい、気持ち悪い。 でそれを翔子は聞いてます。ああ、そうと言ったの、はい、うん、これが後々に聞いてくるわけですよ。三角関係ってこと。はい、翔子はどっちに向いてるのかっていうのは。そうです、気になりますね。まあ、どっちも向いてないんだよね本来。うん、そうですね、翔子ただこれどっちに向いてるのかという、ね、うん、そういうのはちょっと気になりますね。こう万世橋のとこ乗り込んで、はいはいはい、うん、実は、うん、伏黒当時に殺されたってなってたけど実際違いました。伏黒当時に領直されてました。なかなか聞かないワードですね、うん、領直。ちょっと気持ち悪すぎるかこれ。いやいやいや、まあ、領直されて万世橋の部屋開けたら拍手されてる中、はい、裸の悟るがいるわけです、そこに。はあ、裸の悟る動かしながら、はい、早いな、すぐるって。でその状況に愕然とするわけです。まあそうだね、俺とあんなに仲良かったのに、みんな万世橋のやつがめちゃこらしてて、はいはい、そこでやっぱ悟の姿に絶望するわけです、うん、私はね、うん、でそっからちょっと悟はおかしくなってきて、ああ悟を自分の処理のためだけに使って、うん、やっぱり呪力を持ってないやつは猿だと。そっちの猿思うようになるわけですよ。そっちの猿、エロのことを猿って言うけど、エロい人を猿って言うけど、その猿だと思うわけです。そしてあの耳ナナのとこにつながるわけですよ。あ、耳ナナの村に任務で行った時に、うん、行く前にこう灰原がなくなるわけじゃないですか。はいはいはい、灰原は、うん、領直されてなくなってしまったと。そこも
ほいで自分が現地調査行ったら耳ななもそういう風に、まあ、受けてて、うん、そこでもう完全にタカがネジが外れちゃって、うん、全員殺します。そこで猿はいらない。スーパーダークヒーローっすね。 それで、うん、これが私の選んだ選択。いやな、もうミッドサマー見たぐらい疲れてます。黒すぎてなかなかシリアスです。今回は、うん、今回シリアスです。七海の手取りのようにはいかない、うん、ほんで、はい、やっぱあの最後のシーンですよ。翔子がタバコ吸ってたら、はい、火いるかいってスグルが来るわけです、うん、で大犯罪者。そこでやっぱ翔子は言うわけですよ、うん、私はそんなの関係ないよみたいな。え、翔子はそっちだったんだ。ゲトーさんだった。そりゃそうだ。いや自慢げに語るけど私の方がモテるんだからそりゃそうだ。自慢げに語るけど夢ですからこれ。なんでみんなには理解されなくてもいいさと、でも翔子にだけは理解してほしいって言って、うん、その場を去るわけです。ほいで、はい、サトルと会って、うん、あの新宿のガード下らへんですよね、はい、人混みが多い中、人混み多いところ、生き方は決めたさと、うわ、去っていくわけです。別れ、別れです。ここになるんですね。はい。でゼロに繋がる。そっからゼロです。で百鬼夜行っていうのは、こうブラフです。本来の目的はただただ、はい、悟と二人きりになりたい。リカちゃんじゃなくて、そう、リカちゃんでもない。ただただ悟と。お骨巻き込むなよもう。またあの頃のように、はい、二人で。はい、時間を紡ぎたかった。だいぶ大げさにやりましたね、まあでもそんぐらい私はやっぱかけがえのないただ一人の親友。ゼロ最後に最後ぐらい呪いの言葉をかけろよみたいな、そういうところはどうなるんですか。まあ普通に好きだよって言ったんだもんな愛してるよって。五条が、五条が呪いの言葉なんだよ。最後愛してるよって言われて、はい、殺されて。そうです。へえ、切な。そりゃ悟はやっぱ遺体の処理だとああなるよね、うん、翔子に任せず。だって翔子に取られる危険性だってあるんだから。まあまあまあ、だったら私が処理しようと、はい、俺が処理しようと。でも最後に夢叶えて私が死んでいくと、はい、うわー、なるほどね、はい、愛してるよと言われて。お腹痛いっす、なんか気持ち悪すぎて。夏バテか。いや違います、やめてください。トラウマなんで、もうそのワード意味ないよとかも使いそうですけどね。まあ、悟が結構私のことを責めるんだけど、はい、なんかいろいろやってるけど意味ないよって言って今度逆転するっていう。ああ、うん、キモ。それはいけるね、うん、そんなシーンもありますよ、はい、なんかどこかやっぱこう闇落ち感があっていいですよ。今回もじゃあコメント書いてもらって、まあそうだね、うん、多かったら動画あげるみたいな感じで、まあ、確かに、まあ、これはブラフで本来の目的は乙骨雄太を孤立無援に追い込み織本理香を手に入れること。これすらも結局結局、はい、裏の裏を書いて裏の裏を書いて、はい、それでは12月31日また会いましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。